親ネットの平林昇です。今回はですね、キーワード戦略っていう話をさせていただきたいと思います。キーワード戦略、なんとなくこうイメージつくかと思うんですね。言葉を、経営の、会社の資産にしてしまおうっていうですね、こういう考え方であり、実際こういうことが起こってるわけなんですね。で、これがSEO 対策っていうことなんですが、この SEO 対策って言われる以前のこうお話になるんですが、もう12、3年くらい前なんですが、静岡県にですね、不動産のこの不動産関連のですね、総合商社があるわけなんですね。で、ここが公式ホームページ持っていてですね、当時まだその例えばヤフーでですね、静岡県の不動産って入れてもこう県外だったんですね。ランキング県外みたいな形だったんですね。で、それにですね、ちょっと手を入れたっていうか、そういうことなんですね。で、実際その物の例えばそうですね、2、3週間したらそのいわゆる今度はトップに出たんですね。何万件の中のトップで、これはプロセスですから、これはこれでこれいわゆる広告会社としてのプレゼンテーションということなんですが、ですけどこれ実際にですね、これからですね、その戸建てのそのいわゆる着工件数がですね増えて、月にですねその3億円アップしたんですね。売上高が3億円アップしてですね、それでもうものすごくこう、センセーションになってですね、その東京の虎ノ門のですね本社に呼ばれて、こうプレジデントにですね、こう実際レクチャーをするくらいにですね、いわゆるこう驚きの出来事だったっていうことなんですね。で、このキーワード戦略ってこういうことなんですが、いわゆるその自分の例えば企業の事業内容とかですね、商品とかですね、いわゆるこのイベントであったり企画であったりってものをですね、どういうその言葉の組み合わせでいわゆるそのお客さんがアプローチしてくるか、これをいわゆる想定してですね、実際そのホームページの中にそういうその考え方をこう埋め込んでいくっていうことなんですね。で、確かに今例えばそのサーチエンジンのこうロジックがこうどんどん変わってですね、なかなかこうやりづらいっていう話を聞くんですが、これはその例えばそのサーチエンジン側の立場のお話であって、その主体者であるですね、実際そのホームページを作ってる、実際その持っているいわゆる企業ですよね、企業の立場とするとですね、どういう状況に置かれようと、少なくとも基本的なスタンスっていうのはですね、自分の例えば事業とかいわゆるその商品とかですね、それからいろんなこういう企画ですね、サービスですね、そういうものをですね、しっかりしたその分かりやすい言葉でですね、いわゆる一品一ページとかですね、一タイトル一ページとかですね、一企画一ページというようなですね、その文字でしっかりそのいわゆる表すっていうんですかね、ホームページにするっていうことを基本的にいわゆる一番のこの基本のいわゆるスタンスとして、こういうことをやればいいっていうことなんですね。で、確かにこの今の時代っていうのはそのきれいに見せるとかですね、ある意味そのなんていうんですかね、こうホームページのイメージっていうものがですね、こう豪華にこう見せるっていうところがあってですね、なかなかこの文字を主体としたそのいわゆるホームページってものってなんかこう刃物的な扱いになってしまうんですが、これはその人が見れば確かにそういうことかもしれないんですけど、コンピューターが見ればですね、いわゆるその綺麗なホームページもこうスルーするっていうんですかね、そういう状況なんですね。ですからそのできるだけしっかりしたそのいわゆる基本的スタンスとすると、いわゆる文字で表現できるものはしっかりこのいわゆる文字で表現するっていうことがですね、いわゆるこの SEO 対策のですね、一番の対策なんですね。と同時にですね、今度は意識的にですね、言葉の組み合わせ、マトリックスっていうものをこう意識しながらですね、これはどういうふうにするかっていったら、その例えばお客さんがこうよくこう例えば電話とかですね、メールでこう対応される言葉っていうものがある意味こう一番のこう接点のわけなんですね。で、こういうものを想定してホームページをこう作っていくっていうことかと思うんですね。ですから基本的にはやはりこれ文字でですね、いろんなことを表現するっていうことをやっぱり
この基本的なスタンスにしておかないと、どうしてもその綺麗な方だとかですね、見せ方って方に行ってしまうと、いわゆるこの SEO っていう部分、あるいはその検索されるってことにおいては、どうしてもこうごてごてになってしまうってことになるかと思うんですね。ですからやはりこの一番原点に戻ってですね、まあ設計図ですね、設計図って数字と文字ですよね、設計図っていうのは。だからその事業の設計図っていうものですね、あるいはプランの、あの設計図っていうものをですね、しっかりこう明確にした上で、次はビジュアルっていう考え方を取るのがですね、まあ、ホームページ作りであり、その SEO 対策の、まあ、最大のこうなんていうんですかね、まあ、対策ってことなんですね。で、結果としていわゆるその対応する言葉っていうものをですね、できるだけ自分のその事業にこう優位に働くようにですね、まあまあある意味これをどれだけこう資産化できるかっていう方向に持っていくっていうのが、まあ、キーワード戦略っていうことになるかと思います。